川口絵会、川口絵会、川口絵会、1866年2月26日、慶応2年1月12日から1945年、昭和20年2月24日は、大爆州の僧侶、仏教学者にして探検家、幼名を貞次郎という、僧名は、絵会人公。中国や日本に伝承されている漢語に翻訳された、仏典に疑問を覚え、 仏陀本来の教えの意味がわかるものを求めて、ボンゴの原点とチベット語訳の仏典入手を決意、日本人として初めてチベットへの入国を果たした。1866年、慶応二年摂津国境山市町、現、大阪府境市栄区北畑子町に三町生まれ、父は川口善吉、母の名はつね子、父の善吉はおけたるを家業とする職人であった。 6歳から、清学院という寺小屋に通い、その後は、明治時代初期に設置された、先州第二番金日小学校へ通学した。12歳から家業を手伝いつつ、その傍らで14歳から野学へ通学した。その後、藩寿であった、土屋博の塾へ通学して、漢籍を5年間学び、米国宣教師から英語などの指導を受けた。1886年、 明治19年、京都の同志社へ学校に通学を始めるが、学費困窮から退学し、同年堺市に戻り、再び土屋と米国人宣教師の下で学んだ。1888年、明治21年に、堺市立祝印小学校の教員となったが、さらに学問を収めるべく翌年に上京、井上遠良が東京市に創設した哲学館、 東洋大学の前身で、外生として苦学した。1890年、明治23年に、大爆州の500羅漢寺、当時は、東京本書にあった出徳度を受け出家し、同時の住職となる。1892年、明治25年3月、哲学館の学科修了に伴い住職を辞す。同年4月から大阪名徳寺に入り、禅を学ぶ傍ら一切増強を読む。 その後、五百羅漢寺の住職を務めるまでになるが、その地位を打ち捨て、盆後、チベット後の仏典を求めて、鎖国状態にあったチベットを目指す。数々の苦難の末、二度のチベット入りを果たす。帰国した後、1921年、大正10年に減続する。その理由については、自身の著書、在家仏教に詳しく記されている。1897年。 明治30年6月に神戸港から旅立ち、シンガポール経由で英領インドカルカッタへ。マカボ大会、マハーボーディソサイティ幹事チャンドラボースの紹介により、ダージリンのチベット語学者でありチベット潜入経験のあるサラットチャンドラダースの地遇を得る。およそ1年ほど、現地の学校にて、正式のチベット語を習いつつ、下宿先の家族より合わせて、俗語も学ぶ日々を送る。 その間に、当時厳重な鎖国状態にあったチベット入国に、当たって、どのルートから行くかを研究した結果、ネパールからのルートを選択。日本人と分かっては、チベット入りに首相を来す恐れが強いため、中国人と称して行動することにした。1899年、明治32年1月、仏陀浄道のチブッダガヤに参り、マカボ大会の創設者であるより、 シャカムニ如来のシャリを収めた銀製の塔と、その法廷書、カイタラ用の経文日韓をチベットにたどり着いた際、法王をダライラマに献上してほしいと託される。同年2月、ネパールの主婦カトマンズに到着。当地にて、ボダナートの住職であるブッダ・バッザラ、サトシ・コンゴをの世話になる傍ら、密かにチベットへの感動を調査する。同年3月、カトマンズを後にし、 ポカラやムクテナートを経て、徐々に北西に進んでいくが、警備のため感動も抜けられぬ状態が判明し、国境近くでそれ以上進めなくなる。ここで知り合った、モンゴル人の博士セーラブ・ギャルツァンが住む、ロー,シューツザーラン村に滞在することになり、1899年、明治32年5月より、翌年3月頃までを、パールのこの村で、チベット仏教や、修士学の学習をしたり、 登山の稽古をしたりして過ごしながら新たな感動を模索する。1900年、明治33年3月、新たな感動を目指して、サーラン村を立ち丸場村、丸パ、または丸ファへ向かう。村長、アダム・ナリンの邸宅の仏堂にて、そこに収めてあった経を読むことで日々を過ごしながら、感動が通れる季節になるまでこの地にて待機する。同年6月12日、 マルバ村での三ヶ月の滞在を終え、いよいよ、チベットを目指して出発する。同年七月四日、ネパール領、トルボ、トルポ、ドルパ地方とチベット領との境にある君、ら、峠を密かに越え、ついに、チベット製北原への入境に成功。白岩屈のソンジャゲロン・リンボチェとの面会や、マナサルワコ、京門に言う、あのくだつ池、聖地カイラス山などの巡礼の後、 1901年、明治34年3月に、チベットの主婦らさに到達。チベットで2番目の規模、定員5500名を誇るセラジの大学に、チベット人像として入学を許される。それまで、中国人と偽って行動していたのにこの時には、チベット人であると語った理由は、中国人として入学してしまうと、他の中国人と同じ奏者に入れられ、自分が、 中国人でないことが発覚する恐れがあったためである。一方、以前に中国人であると語ってしまったものなど一部の人に対しては依然として中国人であると偽り続ける必要があったため、ラサ滞在中は二重に秘密を保つこととなる。たまたま身近な者の,の打球を直してやったことがきっかけとなり、その後様々な患者を見るようになる。次第にラサにおいて、 医者としての名声が高まると、セライ・アムチー、チベット語で、セラの医者という呼び名で民衆から大変な人気を博すようになる。本名としては、セイラブ・ギャムツォ、チベット語で、エカイと名乗っていたのだが、結局ラサ滞在以降、チベット民衆の間ではもっぱらセライ・アムチーという名で、知られることになる。ついには、法王ダライ・ラマ十三世に召喚され、 その際、自重委長から自重医にも推薦されているが、仏道修行することが自分の本文であると言ってこれは断っている。また、前、大倉大臣の妻を治療した縁で、夫の前大臣とも懇意になり、以後はこの大臣邸に住み込むことになった。この前大臣の兄は、チベット三大臣の一つ、元殿寺の座主、チー・リンポチェであり、前大臣の行為によってこの構想を主とし学ぶことができた。 1902年、明治35年5月上旬、日本人だという蘇生が判明する恐れが強くなったためにラサ脱出を計画。親しくしていた天などを天宝炭という薬屋の中国人夫妻らの手助けもあり、集めていた仏典などを馬で送る手配を済ませた後、5月29日に英霊領インドに向けてラサを脱出した。 通常を旅慣れた商人でも許可をもらうのに一週間は、かかるという五重の赤書をわずか三日間で抜け、無人戸のダージリンまでたどり着くことができた。同年十月、国境を行き来する行商人からラサ滞在時に交際していた人々が、自分の件で次々に投獄されて攻め組にあっているという話を聞き、かつて哲学館で教えを受けた井上遠良、偶然であった。 喧嘩の藤井信政、後に、浄土新州本願寺派の星となる、王や皇水の三人の反対を押し切り、その救出のための方策として、チベットが一目置いているであろう、ネパールに赴く。翌年1903年、明治36年3月、待たされはしたものの、交渉の結果、川口英海自身が、チベット法をダライラマー手に書きしたためた上昇、ネパール国王。 総理大臣であったチャンドラサムシャルを通じて法王に送ってもらうことに成功。また国王より多くのボンゴ物店を賜る。同年4月24日、英,英領インドをボンベイ丸に乗船して離れ、5月20日に旅立った時と同じ神戸港に帰着。泉丸に乗って日本を離れてからおよそ6年ぶりの帰国だった。川口絵海のチベット行きは記録に残る中で日本人として 史上初のことである。その後、川口家会は1913年、大正2年から1915年、大正4年にも2回目のチベット入居を果たしている。ネパールでは、ボンゴブッテ展や仏像を収集し、チベットからは、タイ部のチベット語仏展を収集することに成功した。また同時に、民族関係の資料や植物標本なども収集した。持ち帰った。 大量の民族資料や植物標本の多くは、東北大学大学院文学研究科によって管理、されている。1903年、明治36年に帰国した絵会は、チベットでの体験を新聞に発表、さらにその内容をまとめて1904年、明治37年に、チベット旅行記を刊行した。絵会の体験談は、一大センセーションを巻き起こした一方で、 彼のチベット入居はにわかには信じられず、当初はその真偽を疑われる結果となってしまった。英訳では1909年、明治42年に、スリー・イヤーズ・イン・ティベットの台で、ロンドンの出版社から刊行されている。現在は、チベット旅行記は、現代金遣いに改定された、チベット旅行記で、2回目の帰国後に発表された、イリクラキと雪山歌旅行は、 第二回チベット旅行記で読むことができる。帰国後は、経典の翻訳や研究、仏教やチベットに関する著作を続け、後に創籍を返上して、ウパーサカ、在家仏教を提唱した。また、大正大学教授に就任し、チベット語の研究に対しても貢献した。晩年は、造話辞典の編集に没頭。太平洋戦争終結の半年前、 防空壕の入り口で転び転落したことで脳一血を起こし、これが元で東京世田谷の自宅で死去した。絵界の遺骨は谷中の天皇寺に埋葬されたが、現在は青山霊園、一周路十五号五川、西一地区に改装されている。現在、聖火と大阪府堺市堺区北畑子町西山町一番に記念碑が設置され、その最寄り駅である。 南海本線7、道駅前に銅像が建てられている。また、晩年を過ごした、世田谷の自宅跡、東京都世田谷区大谷の十四の子供の遊び場には終焉の地の検証碑が設置されている。世田谷の区本仏上新寺の境内には、江会の十三回忌に際して、門邸、親戚等が建てたという、川口江会紙碑が設置されている。和歌山県の高野山、 奥の院には、供養塔が設置されている。その他に、日本国外においては、ネパールのカトマンズには、ネパールと日本との友好を示す、川口絵会訪問の記念碑が設置されている。同じくネパールのマルファ、チベット旅行記では、マルバと表記されているでは絵会が滞在したい絵が、川口絵会記念館として、一般公開されている。さらに、 チベットのセラジで絵イが学んだ部屋には記念碑が設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。